さあみんな座ってくれたわな。後ろで見るものはまあちいどな面が見えるように前のものを協力いたしてくれ。その後はおのこであるでな、大事ござらん。さあちなみにこたびこの名古屋城に初めて来たよというものを手を挙げてくれ。初めて参ったと思うぞ。おお、では主らはどっから参ったのじゃ。どっから参った。ああ尾張のものか。やっとかめか名古屋城は。日本語は分からん。ああ異国からマスカ参ったか、うん、よう来てくれたな。では奥の姫たちはどっから参ったのじゃ。江戸の地からよう参った。こたびこの日の本全土から参ったと思うが、今日た日実は織田信長様我らが御大将は江戸の地に出陣いたしておる。あまり興味がないかうまいこと目をそらしてくれたな。わしの方が興味あるからの。我らはな明日にも播磨の国兵庫の地に参り、日の本全土に馳せ参じ名古屋の魅力を披露し伝えておる次第じゃ。知らぬものは今弥太郎が配って参る瓦版を見てもらうとな、我らは鯛がいかような鯛であるか知ることができる。ちなみに名古屋城何度も足を運んどるよっちゅうもの、もう皆大義である。よう来てくれとるな。あまたこの地に参ってるものも初めてのものも皆が楽しめる、それが歴史授業でござる。なんとこの歴史授業10分きっかりに終わりもうす。10分じゃなかなかないんじゃな。10分で歴史を解いてまいる次第じゃ。ちなみに名古屋の地自体が初めてだというものには非常に興味深い内容でござる。少し難しいと思うかもしれんが、ぜひ名古屋の地を楽しんでもらうべくこの歴史授業を行ってまいる次第じゃ。詳しくは我らのことは主らのからくり機で名古屋おもてなし武将隊と調べてもらえれば、からくり機でな主らのかようなものじゃ調べてもらえば我らの情報が載っておる。では今何時であろうか。はただいま9分にございます。15度は19分まで授業を行ってまいる。はその後には主らとそうわしが一緒に写真を撮る。どうか。もう会議であるぞ。撮りたかったであろうな。今日は特別にタダで撮らせてやる。まあいつもタダなんだがな。では授業を行ってまいろうか。では修行の合図をいたせ。かしこまりました。それでは前田慶次様の10分でわかる歴史授業開講。10分で分かる歴史授業いざ開講。おお。見えぬであろう、やはり心の距離が縮まってまいったな。地高参れ、もっと地高寄ってよいぞ。後ろのものも見えるようにな、協力いたしてくれ。本日題目を掲げてまいったこちら加賀百万石の祖前田利家様を訪ねる、この題目でござる。この中で前田利家様よくわからんよというものを手を挙げてみよう。正直によし、さらに絞ろう。前田利家誰だというものを手を挙げよういいぞ主ら、後で打ち首に出すまんずるでない、知らん者のために話をしてやろうというわけじゃな。前田利家様というのはちょうどそこで写真撮影をな皆といたしとる我が叔父上、前田利家さんは我が叔父、そうわしの家族なわけじゃな。わしの主君でもある。ちなみにわし前田慶次初めて聞いたよというもの、わしの名前初めて聞いたもの、ぬしらなんと前田を知らぬかさようか。まあ構わん構わん。わし前田慶次は戦国の世において天下御免の歌舞伎者として名を馳せた人間なんじゃが、この前田利家さんは我が叔父上にして、そうここに書いてあるんじゃが、織田信長様の家臣。織田信長様は知っとるだろうみな。織田信長の名を初めて聞いたもの、手を挙げよそこはな挙げてよいんじゃんそこは。さすがに信長様の名は聞いたことがあるか。そう信長様の家臣であるわけじゃな、おじきはの。ほいでこちら五大老、
と呼ばれる役職についてだと。答える初めて聞いたもの。おお、お少ないな。割とこれは聞いたことがあるのか、ぬしら。五大老は。五大老というのは非常に分かりやすく申せば、天下人と呼ばれる社長がおったとすると、五大老は副社長、2番目に偉い方、内閣で申せば大臣に値するかような方でございます。副総理大臣みたいなものじゃない。これがかつて5人ないしは6人おったとされ、それの一人がそう我が叔父前田利家様である。非常に日本で2番目に偉かった方があそこでお主らと写真撮影をいたしている。名古屋じゃ不思議な場所であろうな。ほいでさらにこちら石川県、こたび北陸から来たよというものあるか。北陸から来たよというものおらず。非常に至極残念であるが、この石川県と呼ばれるな県知っとるな、皆もな、石川県、この石川県を築いた方でもあるな。初めて石川県を作った方なんじゃ、おじきはの。ほいで名古屋荒子と書いたが、この名古屋市というのは非常に広い土地でござるが、荒子と呼ばれる中川区と呼ばれる場所がござる。中川区、ぜひこたびの歴史業は結果的に何を申したいかというと、おじきのことを知りながら、主らが名古屋城を出た後に中川区に行ってほしいと願いを込めてこの題目にしている。名古屋の地をより一層知ってもらいたいがためにこの題目なんです。荒子というのは中川区、ここでお生まれになられたというわけなんです。これらを掲げてこたびは話を進めてまいる。主ら大丈夫じゃ、雨は降っておらん。雨が降っとるとそれわしが最初に逃げたいぐらい。さあこちら、まずは前田利家さんの生年月日になるものだな。1538年生まれなあ。わしよりも4つ上じゃ、おじきは。わしは1542年生まれ、わしの4つ上で99年こちらに天に見まかった、そうこの地に果てたというわけだな。ちなみに多くの者が前田又左衛門利家の名を知る者は勘違いしてる者が多い。そう、石川県の方ではないんですかと勘違いする者が多いが、名古屋の出身であり、さらにはなんと37、8まで案ずるな、まだ耐えれる。37、8までこの名古屋を拠点に活動されておった。実はそう、晩年のみ石川県におったというわけなんじゃ。石川県におった年数は非常に短いが、皆は石川県の方だと思うとるわけなんじゃ。まずはここを押さえてほしい。約40歳まではずっと名古屋の地で根を張っておったわけじゃな、うん、根を張るというとな、ちょっと勘違いするかもしれんが、その後にこの越前と呼ばれ北陸にようやく参るわけじゃ。ここで信長様からこう認められて城をもらう。そして43歳ようやくのと石川県の領地をいただくというわけじゃ。その後におじきは天に見まかってしまう。さあここまででおじきのことはな、なんとなく流れは分かったと思う。どういった方で、織田軍の一員で秀吉様の時代で日本で2番目に偉くて、石川県を作って名古屋の中川区にお生まれになられたと。分かりやすい、誰でも分かる。この中の分からんよというものを手を挙げてみよう。おらんはな、よしよし、では続けてまいるぞ。こちら東山線と呼ばれるものがこの名古屋の地に穴蔵鉄籠、地下鉄にござる。東山線、有名な線路でござる。こちら高畑駅という場所がござる。この高畑駅にぜひとも皆にはこの後行ってほしい。なぜかと思う、この高畑駅を降りると、そう犬千代ルートと呼ばれるものがござる。聞いたことあるもの、おうちらはないもの。ああ、よい、よし、手を挙げてくれ、いっぺん手を挙げてくれ。いた、知らん、初めて聞いたもの、手を挙げてくれ。おお、よし、顔は覚えたぞ。しっかり行くんだぞ、後でな、見とくからな、門から出るところな。この犬千代ルートとは何ぞやと思うと、まず犬千代と呼ばれるのは、そう我が教えの前田利家様の幼名、わっぱの頃の名前、この前田犬千代から改名をいたし、大人になってから前田又左衛門利家、このようにして名前が変わってまいるわけじゃ。ほいでこの犬町というのはおじきが、そう先ほど申したお生まれになられた場所であるがために、そこを巡る、今で申せば聖地巡礼と申すかな、かような道航路があるというわけなんだ。
その中で一つが紹介してまいりたい。アラコ観音と呼ばれます。アラコ観音、初めてこれ聞いたもの。これも同様に、ああ先ほどと同じようなものたちだな、ありがとう感じ。アラコ観音、よいぞ。アラコ観音というのは実はこの1536年に再建されたんじゃが、この1536年、実は名古屋で最古の建築物。まあそうじゃな名古屋で最も古い建築物がこの中川区にあるんだよ。一番古いんだで。すごいじゃん中川区わしも育った場所じゃ。ちなみにな、これが荒子観音と呼ばれる、多宝塔と呼ばれるものじゃな。名古屋城の天守なんか見てもらうと分かるかもしれんが、スーッとこう建物が幾重にも重なって伸びとるわな。お主らこう法隆寺なんか分かるじゃろ。法隆寺のようにこう多宝塔と呼ばれるのはスッと上がってるものじゃな。これが再建されて、それが1536年最も古いとされてて、再建したのはわしのじじ様わしのおじいちゃんじゃな。わしのおじいちゃんが再建したんで、ここや。これをまず目にすることができる。これだけでも行きたくなってきたじゃろ。行きたくなってきたよっていうもの。ああまだ少ないな、大丈夫、アンズルな、どんどん行きたくなってくるから。さあどのようになってくるか。この後に荒子城と呼ばれるのがすぐ近くにある。荒子城、これは荒子という地名から取っとるんじゃが、実はこの荒子城、そうわしが祝言をあげた場所当世で言えばわしのチャペルわしのチャペル、ここで結婚式を行った。わしは当時の嫁と15歳でござった。まだまだ若かった。翌年に子供も生まれた。いいじゃろそんな荒子城がすぐ見えてまいるが、この荒子城はどういった場所かと申すと、おじきが居城、そうおじきが城主、お殿様と初めてなった場所。ここがおじきが初めて領民と呼ばれる家臣を持って、ここから前田の名前を全国に轟かせることとなった場所でございます。これは非常に大事。しかしながら廃城になってしまって、今は跡地だけということで、その名残を見ることができると。名残だけじゃ刑事様楽しくないではないですかと思うかもしれない。そうすぐ近くにはここは前田側念地と呼ばれる場所がある。この前田側やめんのかいやめんのかい以上をもしまして、前田刑事様の10分にわたる歴史授業にございました。ありがとうございました。見直しいかがであったか。前田側念寺は後で自分でしっかり調べておく。まあじゃあ一つ加えておくとな、これはかつては前田城と呼ばれて、そうこの前田利家様の血を継ぐ前田の一族が皆ここで生まれた場所なんじゃ。特に今日は北陸の民が来ておらんであれなんじゃが、ぜひに前田という名前のもの、前田という名字のものおるか、この中に。ちなみにあーおらずか、至極残念じゃが、これはぜひ皆に足を運んでほしい。前田城というものはないが、今は前田側念地と呼ばれる場所が残っておってな、この地がぜひに前田の発祥の地ということで、皆に足を運んでほしいし、荒子観音の方には円空と呼ばれるな、非常に有名なこの仏の像を掘っとるな、堀師がおって、これの実は仏の像もたくさん収納されてる。これ見るだけでもかなり壮観な絵面でござる。無論主らいうものを手にすることができる、そういったものでござる。非常に貴重でござる。さらに最後に、荒子というのはかつて新しいな書すと書いて荒子と名前を呼んでおった。これは新しくその地を開拓した、それゆえ荒子という名前を使うたわけじゃな。しかしながら当世は荒れた子供と書いて荒子と呼ぶ。これは何故かと申すと、当時この荒子という地は新しく開拓したがために地が非常に荒んでおったな。それこそ我らの時代は何で生活をするか、足軽の弥太郎のように田畑を耕して米で生活をしとった。かような場所ではとてもではないが、米は育てられんということで荒子という名前が使われるようになったということじゃ。皆の衆勉強になったか。
みんな本日はな、改めて名古屋城へよう参ってくれた。かようにして我ら名古屋おもてなし武将隊、わし前田慶次は皆に歴史を説いて名古屋の地、ひいては日の本全土を元気にして参りたいと考えておる。昨今蝦夷の地でもな、大きな揺れがござって台風も近づいたりとな、いろんなことがござるこの日の本でござるが、皆が手を取って生きて参れば、そう、何も怖いことはない。名古屋城に参れば我らが毎日皆を出迎える。そう、この顔は皆覚えたからな。また次の日にでも会えることを楽しみにいたしておる。わしのことが少しでも好きになった者、手を挙げよう。目をそらすな。覚えたぞ。ではここからは写真を撮るわけなんじゃが、まずはな、わしの姿を撮りたい者もおると思う。わしとやたらはここで構えるえん。主はのからくり機でバシャバシャ写真を撮るがええ。だよ。そしたらば主は名古屋おもてなし武将隊前田慶次様土入りや男前で拡散をいたせ。ではやたろう、塔を数えてまいる。こちらから目線を順次配ってまいるぞ。かしこまりました。優しいだろう。ではまいります。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、7つ、8つ、9つ、と、しまいにございます。皆の衆ありがとうござった。ほいで、ここからは和室の二人っきりの写真撮影会に始めてまいる。その際に小さなお子を家族連れ観光等で参って、時間がなきもの、異国のものを優先的に写真撮影いたしまいる。案内の方は弥太郎がいたしまい。弥太郎、では皆を並ばしてまいり。かしこまりました。では拙者を先頭にいたして、こちらの溝の方に並んでくださりませ。よろしいですか。先ほど刑事様がおっしゃっておりましたように、異国の方、時間がなき方。